うん、ドアは開かないで、多分自分の部屋以外開かないのか。これエリーゴルームはどこにあんの？怖いね。でもいいね、このホテル雰囲気あって。泊まりてー、ここ。なんだ？え？加湿器？おもちゃかよ。かわいい。かわいい。結構ベッド置いてあんじゃん。ジョニー、安宿が恋しいぜ。安宿の方が良かった。俺はちょっと出てくる。そっか。ああ遊ぶんじゃねえ、散歩だ散歩。遊ぶのか、察し。お前はちゃんと目閉じて休んでおけよ。ほんと時々変だからよ。ああそうする。大丈夫かな。結構広いよねこの部屋。これも加湿されてんの。ベッドで休む。とりあえず宝箱。うわあ宝箱じゃなかった。これえ、なんかガチャガチャしてる。ここえトンベリがいる。みんなの恨み刺しちゃうぞって。おお、なんかいろいろギミックあるな。戻しとくか。え？また落ちた。みんなの恨みってかわいい。あれ勝手にぐるぐる回ってんのかな。え、ベッド何箇所かある。あ、外れのベッドあんのか。これは何、トン部屋を加湿します。ベッドで休もう。こっちのベッドでも休めるし、ちょっと一回セーブするか。どっちでもいいのかな。おお、やっぱ外れかこれ。そうだと思ったよ。セーブしといてよかったな。おおお、すごい面白。他にもある？もうないのかな。すごいついてくるじゃんあの子。休む。ちゃんと選択肢があったわ。本物のベッド。いっちゃんいいベッドで休んでんな。本当に疲れてるのかもな。ごめんな。何もしてやれなくてさ。ザックスターンになった。ごめんな、何もしてやれなくてさ。あれ奥にいるのエアリスか。ザックスを操作する。これクラウドの視点だよね。え、話す。エアリスの家か。マテリアか。不思議な色だな。他に調べるとこあんのかな。調べる。意外と読書家だったんだな。そんなことも調べられるの？
あ、一回調べたら終わりのタイプか。開ける。あ、やっぱりそうだ。クラウドが車椅子に座ってたじゃん。クラウド、一階の様子、多分ザックスターンだからアイテムとかなさそう。開くのかな。開けれる。鼻枯れてない？鼻枯れてる。エアリスが倒れてるから。これさ、ティファーどうなったの？ティファーとバレット。レッドサーティーもだけど。マリンはいる。でも花は枯れてる。あんたも食べるかい？ああ、食べる食べる。ザックス明るいな。いただきますです。です。はいはい。はいは一回です。はい、かわいい。昨日の夜、家の前に誰かいたよな。え？ああ、ビッグスだね。ビッグス。食料を届けてくれたんだ。そうか、ビッグスも。なんかコソコソしてたけど。生きてる世界線か。そこら中に手配書が貼ってあるだろう。あれに顔が載ってるんだ。五番街スラム。ビックス。あ、ティファ死んじゃってるじゃん。やだな、この世界線。どういう関係？本人から聞きなよ。マリンがここにいる限りまた来るだろう。来ないよ。ビックスはもう来ないよ。だって父ちゃんもティファも帰ってこないもん。だからビックスももう来ないの。そんじゃ俺がビッグスを探しに行くよ。そんで連れてくる。え、本当？本当本当。返事は一回だったよね。ううん、もっと言っていいよ。ほんとほんと。2回言った。ほんとほんと。あ、目が覚めた。2時間寝てたのか。誰だ、敵か。一応ね、バスターソードじゃないけど持っとかないと。遊園地だけど武器は置いてかない。訪問者の気配。おお、ティファだ。様子を見に来たの。何か必要なものはないかと思って。これは大丈夫だ。ティファが選ばれたか。寝不足だったのかもな。原作にもあったな、初代の FF7。 エアリスとユヒはゴンドラ乗ってるよ。カップルタイムなんだって。へえ。私はあぶれちゃった。あぶれちゃった。あぶれたんじゃなくて、わざとあぶれたんじゃなくて。ティファは違うのか。どうだろう、意外と人見知りなのかな。は知ってるかも。子供の頃、ね、意外とティファって繊細だもん ね、性格が。一緒に散歩しない？嫌ならいいけど。もちろん行くよ。嫌なはずないだろう。さすがクラウド。あ、ゴールドポイント。ゴールド操作のアトラクションで遊ぶとゴールドポイントをもらえる。ポイント交換所でアイテムと交換できる。へえ。パーティーメンバーが限定された。ワンダースクエア？イベントスクエア？あ、いろいろ行けるとこあるのか。スピードスクエア。なんとなく予想つくけどな。バトルスクエアね。チョコボスクエア。
全部好成績を収めていきたいな。スカイホイールスクエア、いやー楽しいことがいっぱいだ。一回さ、この時点で一回セーブするでしょ。で、なんちゃらスクエアごとでセーブしていこういつでもやり直せるようにね。まあ一回やらないとわかんないから。1回のフロントでよろしいですか。よろしいです。やった、ティファとデートだ、嬉しい。でも一周したらエアリスとか他のもやるんだ、みんなとデートするんだ私だ、動画には撮らないと思うけど。マリン可愛いね。マリンともう一度ってかちゃんと再会したよね。あ、クロマントの男、銃持ってる、片腕が銃の男じゃん。お、これはバレットが主人公になるのか。主人公ってか操作キャラ。え、いってらっしゃい。なんかロード長いからバグったかと思った。あ、チャドリーいる。あ、クラードさん、あれ今日はお二人なんですね。そうなんだ。なるほど、大体の状況は把握しました。残念ですが僕はお邪魔のようですね。お二人でゆっくりとゴールド操作を楽しんでください。できるサイボーグだな。ゴールド操作は小型マコールをいくつも所有しているのですが、砂漠化が急速に進んでしまったため、うん、現在は休眠期と稼働期を順番に回すことにより土地の延命を図っているようです。そうなのか。クラードさん、ゴールド操作にいる時ぐらいはワールドレポートのことは忘れて、ああ忘れてた、ありがとう。あ、クラードさん、ゴールド操作は満喫されていますか。ここは約4年前にリニューアルされた。すごい喋るね、チャドリー。最新の技術が惜しげもなく注ぎ込まれています。確かに現在も新しいアトラクションを建設中らしいので、現在もこの先も楽しみですね。そうだね。ゴールド操作は小型マコーロをいくつも所有しているので、砂漠化が急速に進んでしまったため、現在は休眠期と稼働期を順番に回すことにより土地の。何この人、え、怖っ。ラッキーマテリア入手した。こんな人いる。おお、消えたぞ、幽霊か。でも一回さ、列車墓地みたいなとこで幽霊と戦ったよね。だからティファはきっと慣れてるはずだ。どこだ、なんかこの下チャドリーマークない、気のせい。あとで来るのかな。さっきの女の人のことを考えると、なんか隠し要素ありそう。すごい実体のある幽霊早くね、デートに行きたいんだけど。あ、ここスタッフがいる。数日前にゾンビに噛まれたんです。ゾンビ、ポイントを交換する。そんなこと言うの、ノリノリのスタッフだね。トレード、あー、ぬいぐるみ欲しい。ホーンテッドホテル、私の意識があるうちにまた来てください。うん、そうするわ。こっちから話しかけられんの？ん？これ話しかけられないわ。すごい白いね、あの人顔が。じゃあ行くか、デートに。お客様。おお、なんでいい？お出かけでしたら、私、Gモーグリがご案内するクポン。おお。Gモーグリでファストトラベル。へえ。Gモーグル活用してゴールド操作満喫しよう。どこまで行くクポか？
どこまで行こうかな。なんかこのびっくりマークついてるのは何？これあのイベントあるとこ、ファーストフロア、あ、ファーストフロアとかセカンドフロア、セカンドフロアのファーストフロアってこと？アドベンチャーワールド、アドベンチャーワールドが、なるほど、ファンタジーワールドがスカイホールスホイールスクエアってなんだ？なんとなく想像はつくんだけど、チョコボはレースで、スピードがジェットコースターで、バトルスクエアさっきのやつでしょ多分。あ、違う、コロシアムか。イベントスクエアは舞台だよね。イベントスクエア最後にしたいな。ゴーストスクエアに。ウェルカムエリア。とりあえずウェルカムエリア行ってみる。全部回っとこ。到着クッポ。あ、エクストラテーマパークの案内人が。園内を散策。スムーズに移動ができそうだ。まあ、ちょっと探索は後にして。頼んだ。別に移動したからって特に変わんない。パークセントラル。なんか各項目、あ、ゲットシールじゃん。わあ、風船増えた。僕の見せ場や。かわいい。あ、戻った。皆さんご注目。ご注目。チョコボスクエアの制服可愛かったな。チョコボスクエアの制服可愛いんだ。とりあえず。ゴールド操作へようこそ。ようこそ。これはチョコボスクエアか。チョコボ豆のポップコーン。かわいい。風船で何でも作ってくれ。まあ、ここが、こっからいろんなところに全部行けるって感じだね。誰かいるのかな。あのベンチさ、私も座りたいな。これそんでちょっと一回、あ、特に変わんないね。このアドベンチャーワールド、あ、そうかそうか、アドベンチャーワールド行こうか。できます、クポ。目的地に着いた、クポ。アドベンチャーワールドだ。さっきいたとこか、あそこ。すごい短い移動だった。パークセントラル。とりあえず端っこから行く。スピードスクエア。なんかこっちの方にさ、宝箱あったりしない？行き止まりだ。え？行き止まりでもなかった。ないわ。え、閉じ込められた？あ、いけた。あ、探索は後でいっか。とりあえずこの、迷子になりそう。これスピードスクエアか。とりあえず行ってみよう。スピードスクエア。ティファとこれ会話できないのかな。近い。離れられた。嫌がられてる、これ。ティファに。
あ、ティファ絶叫好きそうだからな。おお、アイアンマン？新兵の諸君。え？ようこそ宇宙基地。あ、そういう設定なの？早速だが、本作戦のブリーフィングを行う。心して聞くように。はっ。はい。はあ。あはあ。綺麗。クラウドも新人の時はあんな感じ？もう少しマシだったと思う。マシだ。あ、一回自分で行かないとやっぱファストトラベルできないのか。そういうことね。うん。新兵諸君、ポイントを交換するかね。ここでもポイント交換できるの？すごい設定をすごい喋ってくれてる。こっちが乗り場かな。あ、エアリスがいるじゃん。あ、クラウド。ん？なんだ。よかった。どういう意味だ。喧嘩してない。ああ、羨ましいな。こういうところはやっぱりカップルだよね。誰かいないかな、一緒に楽しんでくれそうな人。え、これ乗り換えられ、ダメだ。そういうのは良くないな。とクラウドが言ってます。そういうのはよく、真面目だな。良さそうに見えても危険なやつかもしれない。変なやつかもしれない。神羅の罠の可能性もある。もう少し見る目あると思いますけど。私、そうか、それならいいんだ。心配してくれてありがとう。デート楽しんでね。優しい。エアリス、私はレッド探して遊ぼうかな。私はレッド探して遊ぼうかな。エアリスはやっぱね、ザックスとデートしたいだろうね。勝手に決めつけてる。じゃあちょっと乗りますか。平和は君たちにかかって。新兵の諸君、ようこそ宇宙基地だ。一回しゃべり出したな、あの人。本作戦のブリーフィングを。おお、あそこが乗り場。決して油断なさらぬよう。これ乗り終わった後クラウドがうえーってやんのかな。ギルガメッシュとか言ってない。結構ちゃんとした設定になってるね。激しさを増していく。さあ乗るか。排気列ゼロなのありがた。おお、シューティングコースター。マジでシューティングじゃん。宇宙騎士団の一員となり迫り来るギルガメッシュ軍を撃破し、宇宙の部屋を守るゲーム。宇宙戦闘機スピードウィングを自在に操って敵機を撃退しましょう。 R2 ローリング回避、四角がショット、三角ボム、丸回復アイテム。回復アイテムは限りありそうだね。ボムもだけど。はあ、初級、中級、上級。上級が1100、まあ35000。わあ、上級取りたいな。乗る。いやー、まずは様子見かな。なるほど、こういう感じ。回復アイテム、あ、ボムは溜まってってんのかな、これ。おお、これ倒したい。よし、ボム強くない？ボム強。あ、何あの赤いの。ボム赤いのちょっと点数高いだけだった。これあれだね、ボムすぐ溜まるね。結構1500。次の襲撃に備えろ。
敵に遅れを取るなよ。来てるな。電気撃墜だ。よし、すごいじゃないか。すごいか。これ1個破壊して、あーボムあれだね、揃った時にやるのがいいかもしれない。敵が固まった時とかね。なんか奥の方に別のやついなかった？電気撃墜してる。え、あっちボム飛んでなくない？ボムの無駄遣いしたんだけど。よし、なるほど。回復アイテム一回使っとく。なんかバリア張られた。一瞬あれなのかな、バリアを。よし、これは、これめっちゃなんか体力ありそう、体力ありそうこいつ。よし、これ何、ボスかこれ。いつ攻撃できるの。おお、何あの黄色いの。壊れそう。いた、危ない。あいつが攻撃してきたら避けた方がいいんだな。どこだ。よし、もうマジでシューティングじゃんこれ。ジェットコースターっていうかジェットコースターではなくなっている。うわー壊せなかった。回復アイテムは、回復アイテムは回復しないんですね。電気壊したかったな。3分、これ時間増えてってるね。死んだら終わりってこと。本体、本体、え、これ当たってる。大台を狙え、大台、これか。当たってる。あ、こっちね。倒せ。あー、あれ味方か、あれ。わ、私に続け。そうだな。よし、勝ちたい。ちょっと待って、あ、オートリペア、オートリペア最高。どこどこどこ、あとどこどこ攻撃すればいいの、これ倒した。ほう、壊れ。3万4、ちょっと足んないね、ちょっと足んないね。新人とは思えない働きだったね。うわー、ちょっと足んなかった。